ご紹介いたします。チェンジングマイライフの皆さんです。どうもこんにちは。いらっしゃいました。いらっしゃいました。3人はそれぞれ全然別のことなさってたわけなんですよね、はい、どうして3人でユニット組もうとなったんですか。ここが知り合いで、はい、してそれどういう、お花見で友達を通じてお互いこう行った場所にいて、私覚えてませんで、うん、僕はね絶対その時に会って話したって言うんですよ。言ってるんですけどこいつは会ってないって言い張るんですね記憶にないんですけど、うん、それで電話でお互いやりたいことを何度か電話してるうちに、はい、話して、私は本当は歌をやりたいって言って、で彼は曲を書きたいっていう話で、で次の日暇で会ったんだよね。そう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 、渋谷で、渋谷 の東急文化会館のですね、1階の喫茶店でですね、はい、詩を持ってきていただいて、私は曲を持ってって、 それで詩を見た時にちょうど今回のこのサードシングル、今日発売の、今日発売でございます、マイセルフが、どんな風初めて作った曲だったんですよそう、はい、その時にあった詩の中にマイセルフっていう、まあ、曲がありまして、でそこの一番最後にどうしてこんなに好きなんだろう、簡単すぎて答えにならないという一文があって、あ、これはすごくずしんときたなと思って、まあ、それですぐそれに曲をまあつけて、で当時、まあ、僕とまあいろいろ音楽のことで僕の曲をアレンジしてもらったりするんで、まあ、辺見さんと仲良かったん でそれをやってもらって、この曲を通って3人で会ったんですよね。知り合いなんですね。そう、このマイセルフっていう曲がきっかけで3人が集まったと。こうなっちゃった。そうなんです。こうなっちゃったんですか。もう後戻りできない。さあ、そんなマイコさん、マイコさんなんですが、はい、声優にチャレンジなさってるんですよね。そうです、このテレビ東京で。これがまたすごいんだ、うん、すごいんですか。フルムーンを探してというアニメのですね、うん、主人公美月役。そうなんです。どうしましょう、主人公役って大役ですよね。大役です。で、声優は一言で終わらすんじゃないって、なんか言えよ、うん、なんかミステリアスな感じがね、言った通りでしょでも声優初挑戦なんですよね。いや、初挑戦じゃなきゃ怖いですなんだっておめえだろ。じゃあ、だって一応本業歌手なので声優は初挑戦です。どうですか、やってみて。やっと少しは慣れたんですけど、最初は30分の漫画撮るのに10時間かかったんですね。声優を舐めちゃいけませんシングルのお話とかね、またちょっと聞かせていただきたい。切ない歌ですよね。切ないです。どういうテーマ。テーマ、テーマですか、うん、やっぱり好きな人と別れてしまって、でもまだずっと好きで、別れて失ったからこそ大切さが分かった居場所が彼だったっていう歌です。なんでなまってんの？なんで上がるの？今後の活動予定なんですが、はい、どうでしょう。やっぱ声優をやるからにはですね、はい、漫画の中で曲を出しつつですね、あと私ながらですが握手会なりイベントをさせていただきます。これがすごいすごいすごい司会だよ。あと3日後なんですが、6月15日にですね、秋葉原の山際ソフト館で15時からスタートと、あと23日に秋葉原の石丸善樹さんの方で17時からスタートになっておりますので、もしよろしかったら来れ。何？なんだって誘ってねえぞまだ俺来てください、はい、ぜひぜひ。では最後に曲紹介をお願いします。はい、6月今日発売になりました私たちのサードシングルです。聴いてください、見てくださいマイセルフです。どうぞ。